というわけでやっていきましょう。今回は強靭になりました。なんで強靭になるのねえ。はい、市民が1人、人狼2人、占い霊能、狩人強靭、殉教怪盗呪われ。なんでまあ人狼結構有利な部屋なんだってんのかな。怪盗で人狼取ったらもう、まあ有利だし、呪われを取ったとしてもまあね強いし、まあ、占い霊能あたり取られるときついかなって感じかな。10秒前、いっていくか。よし、人狼取った。勝ちました、勝ちました。皆さん、狼陣営の勝利です。おはよう、みんな、結果合わせてくれよな。ビールしろな。以上だ。カミングアウト。占い3人か。どういう風の吹き回しだ。殉教来てる可能性あるな。あれ、これも勝ちじゃね。五縄四陣街。延長希望。延長希望。延長希望。メアリーは占い誰信じてるんだ。ヒューが、自分の、白出しを、回答で見るのは早い気がするな。保険をかけてるようにしか見えないな。俺は殉教出てて、強靭で読むならロラはしたくないかな。俺はまだ見ないね。占っていって結果が少し変だと気づいたら、だからビール釣りも飲めない。Q は発言ないし、新芽、特に新芽取りに来てないな。殉教、サンドラは、かなり生存意欲高い。ここ強靭。
百村難しいんだよな。こんばんは。呪われ噛んでくれたら暑いけどね。新占いっつったら勝ちよ。サンドラじゃないの。だから人狼とも見れるんだよ、マリアンヌ。サンドラがね。ヒューは狂人か殉教。生存欲ないからな。黒狙うならサンドラかなって。スラ警戒だろ。新切りならヒューだ。結果の話なんて何もしてない。1分前。うん、なるほどね。メアリーのその新決め打ちはやばいな。違和感あるな。出るの出ないのか。30秒前。乗っ取られると困るんだが。助かるよ。さあ行くぞ。ヒューで黒は出ないと思ってる。霊能までのグレー行きたくないのでしょう。グレーなら霊能出す。サンドラの占い、え？グレー行くなら霊能出すっていう発言も謎なんだ。OK。 ヒュー準教だなこれ。10秒前。さてさてどうするかな。トーマスに黒打ちでもするか。こんにちはかな。トーマス黒出すか。ここさすがに占いは噛んでこないと思うから。は？呪われやんこれ。神ゲー。
がとうございました。おはよう。まあ、霊能が、一番気になっていた時期が気になっていた、位置だったので、白なら釣らせたくないし、ここ、占いロラで、される前に伝えておきたかった部分だね。サンドラ黒出た時に俺から釣りで最終出た時にと俺シンで、終える盤面その時、トーマス白は黒はトーマスの色はかなり、重要になると思う。サンドラ白なら知らんが無駄になるけど。一番怖いのがマイクさんが噛まれて覚醒。マイク噛まれるわけねえだろ。はい、じゃあいらっしゃい。いや、それ市民が占いでカミングアウトしてるってことだ。マリアンの世界観やばくない？面白いな。サンドラ釣りで黒出たら。詰まるんだよね。ん？違う。あ、トーマスクラごめん。カミングアウト。トーマス黒だからそこでニュルフが詰まるってこと。延長希望。いや回避だろ。延長希望。え、マイク理由もよく分かりませんしね。理由がよく分からない。カミングアウト。理由は分かるだろ。うん、頼むぜ。エルマモットがグッジョブかは知らん。きた。霊能護衛でグッジョブかは謎知らんでしょ。
メアリー覚醒か、それかもともと黒か。俺の占い理由をよくわからんっていうのはどういうことだ。わかるだろ、理由書いてるんだから読めば理解できるはずだろ。占い位置がですよ、マイク。意味がわからん。トーマス、どっちしないよ。発言してるから突つしないぞ。うん、そうだね。10秒前いるかもしれんし、とりあえず村は票合わせないとまずいからな。メアリーはなんでサンドラ芯決め打ってるか分からん。トーマス釣ります。よし、オッケー。メアリーの30秒前メアリーからしたら、メアリーからしたらマイク、サンドラどちらも芯あるよな。なぜサンドラの肩ばかり持ってるのか。10秒前。どうすんだこれ、これ誤爆じゃね。これ霊能グッジョブなのかもしれないよね。そう、 PP 来るはずないよね、 RPP。 でもなんか発言的に RPP 知らない人もいそうなんかなっていう。これビル噛まれたらめちゃくちゃ面白くない。俺新占い、いやでもトーマスに関しては誤爆追ってたから、次メアリーに黒出す。いやビル噛んで、ビル噛んでくれ、さすがにそこは。だってトーマスマイク噛めば、マイク守ったら勝てる臭くないって言ってるんだしさ。サンドラは構えないだろ。あ、サンドラかな。うん、いやメアリー黒にしよう。ははビル芯なんだけど、ビル芯なんだけど、マイク噛んできたろこれ。はいどうも。とりあえずサンドラついたいな。待って、マリア白。サンドラ釣ってくれ。オッケー、勝ったな。サンドラ、おはよう。トイレ行ってこよ。え、これビル噛まれないからあれなんじゃない？
トイレ行ってこよう。いや覚醒もあるからまだ見えんよ。それか俺噛まないとまたグッチョも出るよ。とりあえずマイクさんにかかってるわ。お前はドラゴンクエストの下の表示か。なんでちょっとスペース空けてんだっすね。時短でいいだろ、時短でいいだろ、時間を合わせない。トイレ行ってるし。時短よろしく、時短よろしく、時短よろしく。いや誰でも部屋なかなかあれやな。マイクさん守ればもう終わるわ。メアリー黒出しするわ。メアリー黒出すわ。もううんちしながら、そうだよ、うんちしながら人狼するやつもいるんだから。トイレ行ってくるとか言って、お前新占い、絶対新占いでしょこれ。だってむしろヒューが新占いでこやつがあの人狼説あんの。ちょっと待った、サンドラこれ人狼でさ、トーマス釣られてナエタからトイレ行って行ってるって説あんの。それはさすがにだぞ本当に。やめてマジで、それはやめよう、それだけは勘弁して。え、ちょっと待って、じゃあメアリー黒ガチであるやん。メアリー黒ガチであるやん。サンドラ殉教者らしいよ。ユーシン、ちょっと待って、え、本当に？え、ちょっと待って、わかんない、どこが黒なのこれ。ちょっと待って、マジでわからないんだけど、これビルか。え、どうす、クリスさんはさようならとか言ってこのドラクエ、ドラクエマリアンヌ面白くね。友人占いマジ真実とか言ってじゃあ俺メアリーに黒出しするわちょっと待って、死に際のセリフね。いくよ、サンドラ殉教者で死んでいく、そしてヒュー死んですってことは、ヒューが死んだわこれ。メアリー新曲だけど俺メアリーに黒出しするね。そしたら面白いな、クリスさんはさようなら。いやお前本物じゃねえか、お前本物じゃねえかよ。そう、メアリー覚醒を終えるんだよね。どうすんだこれ。なんだこれ。グッジョブ出まくってたってこと？これショーンマジで、ショーンマジで黒かな。本当にショーンで終わる可能性あるよな。マイク偽ショーン黒かもしんねショーン黒かもしれねえ。マイク黒の身内切りとかはない？いやそれ終われてもな。延長希望、
マイク偽ショーめっちゃ弱そうって書いてマイク偽それだけかお前言うことは。あ、腹が。いやこれメアリーガチシロっぽいな。確かにマリア、いや言ってるよ、ほらマリ初めの時に聞いたわよ、マリアンヌガチシロっぽいんだが。とりあえずな、マリア覚醒はあるが、いや死んだけどな。やばい、やばいなこれ。いやショーン釣りでいいよ。ただグッジョブで2回出てて覚醒見てんだよね、東海議とか言って変だなって。メアリー覚醒してると思ってたから。だから、ショーンメアリー白出て混乱してる。ショーンで終わるならそれに越したことはない。いやマリアンヌ黒っぽくない？マリアンヌ黒っぽいよ。カミングアウト。ほ、で、一人。じゃあ2回グッチョブ出されてるってこと？痛いよろしく、痛いよろしく。なるほど、ならマリアンヌだな。メアリーは今日白だからな。10秒前だよね。あぶねえ、さすがにしてるよな、さすがにしてるよな。そりゃしてないと困るもん。よし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 、いい、いい狂人だったろ、これは。これはいい狂人だったろ。あぶねえ。マリアンヌ染み。マリアンヌ染み。